何の用だ。ネクタイ？あんなものできるか、煩わしい。何をする！やってくれたな。僕と寝ましょうよ。まだ明日の準備がとかなんとか、そんなことより僕と寝ましょうよ。君だってもう眠いでしょう。いつもお疲れ。おやすみ、おやすみ。電気消して。今宵もお布団にお邪魔します。させていただ明日はどうして来るんだろうな。くそ、マラソン大会なんか滅びろ。ん？ああ、これか？どうやら物もらいらしい。しかし本当にそうなんだろうか。目の奥がすごくゴロゴロする。すごくだ。何かが目覚めるかもしれない。このまま何も起こらなければいいが。眼帯に憧れる？ふん、確かに。俺もそうだった。でも今は違う。煩わしいだけだ。ほらな、全く距離感がつかめない。何をする！目には触るな、映るぞ。何を笑っている？お揃いで眼帯なんかしてみろ。皆に噂されるだろうが。いや、儀式をしてたんだろうとか、中二って言うな！俺は中三だ！来るな。いいから、あんたは教室に戻れ。俺は一人でいい。結局、俺は一人なんだ。いや、かっちゃんとトシ君は友達だが、ああ、違う。人にはそれぞれ踏み込めない領域があるという話だ。あんたもそうだろ？いや、首をかしげるな。まったくそういうところは変わらないな。でも俺は変わった。昔の俺とはもう違う。身長は、これから伸びるはず。毎日欠かさず牛乳を飲んでいるし、睡眠もよくとっている。あんたを見下ろすのも時間の問題だ。なんだかひどく消耗した。俺は休む。心配はいらない。きっと痛み止めのせいだ。授業中は寝るなと怒るのに、睡眠を促進させる薬を処方する。大人ってやつは勝手だよな。